でもコスパいいんですよ、僕こんな感じで。まあ確かに。そう。だから、気楽というか、そうなんですよ。だからもう、疲れるんで、疲れないようにしようと思って、できるだけ考えずにその場で思ったことを喋った方が早いじゃないですか。うんうんうん、そうですね。で、みんなそれでよく頑張ったねって感じになると思うんで、そういう感じで撮ってるんですよ。はい。ということで、後半始まります。後半かどうかわかんないですけど。なるほど。そう。田中さんは、じゃあ、なんか今、なんですか？困ってることとかあるんですか？困ってること。まあ、動画のネタですかね。一番言ったら。ああ、ネタ。その面白いっていうことは何なんだろうっていうのを、まあ、僕もチャット GPT に質問したんですけど、うん、なんかそれは人によって異なるものですって言われて、でもその面白いっていうのは哲学的なものだけど、うん、なんかそれを数値として最大化させることはできるみたいなことを言われました。チャット GPT に。はい、そうですね。田中さんだってあれじゃないですか、もう一発一発がでかいじゃないですか。まあそうですね。結構10万回とか見られ、もっと30万回とか50万回とか見られてるじゃないですか。あれきつそうですね。まあちょっとインフレっていうか、なんかそうですね、インフレしてっちゃうんで、どっかでランディングしたいなって思ってますね。3000回とか500回再生とかだったらめっちゃ落ち込むでしょ。まあそれなったらなりますね。あとなんか言われますもんね、お若いになったなとか。そうだよね。確かに、そこを狙うってきついよね。ごめんなさい。こう、なんかコメントいっぱい来るじゃないですか。やっぱり全部見るってことですもんね。いや、あんまり見てないんですね。そう、マスターアフターは一回、こう、別の方が見て。違う、僕が見てんだけど。あ、そう。コメント欄で荒れるから、うん、その YouTube 側が承認、なんかその返信不可だけとかできないじゃないですか。だから危ないの結構あるんですよ、時々コメントで。やばいとか、なんか、差別的な。こうやったら、そうそう、こうしてるみたいな。本当に。この前、宮台真司さんがね、やられちゃったけど、あんなのが乗ってくるから、で、コメント欄でも、こういうコメントしてる人に対して、お前はこうだ、みたいなやつが来てるから、それあったらさ、せっかくさ、悩んでる人がさ、僕の動画見て、はぁ、うつ病で救われましたとかさ、書いてるところでさ、今からこうだからなって、みたいなコメントあったらさ、みんなビビりすぎるじゃない。だから、そうならないように全部僕承認してることにしてます。で、他の人にやってもらおうと思って、頼んでるんですけど、誰もやってくれなくて、両浜さんやってくれてる？時々押してる？ちょっと待って、僕頼まれてないです。中川さんとか、両浜さん。僕頼まれてない。頼まれてない。そう、それで自分でやってるんですよ。はい、わーって見て、斜め読みして、こち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 ってやって。そうなんです。何の話ですか、ね、ハートを押す、押さないとかって、なんか判断してたりします？ハートはハート押す係がいるんですよ。あ、いい係がいるんですね。そう。だからこれ押すのは、承認は僕で、ハートだけは押してくれる人がいるんで、ハートは。あ、じゃあ、僕が、なんか一回コメント、匿名赤でコメントしたことあるんですけど、あれは、増田先生のハートじゃなかったんですね。ハートじゃないけど、承認はしてます、僕が。全部読んでるから。そう。え、一回審査的なの通されてる？そうそうそう、全部見てるんですよ。だから、そうしないと、結構やばいのとかあるから、あ、これやばいから削除。で、これやばいのが続いたから、これ人はもうコメントに残さないとか、あ、これは普通のことだから、承認って言って書いてるんですね。うん、で、承認したやつも他の人に一回ハートつけてもらって、コメントを読んでもらってるんですよ。うん。そうそう。そういう分業制にしてるんですけど、なかなか、あれですね。だから全部コメント読んでるんですよ。うん。だからコメント読んでるとなんか、世の中大丈夫なのかなって気になってきますよね。ね、暗いじゃないかって。そうですね。田中さんも、あれじゃないですか、陰キャって言いますけど、一日中そんな暗いくはないじゃないですか。あ、まあ、そう、全然そうですね。でしょ。僕、ずっと暗いからさ。だから夜さ、夜帰り道にポケソルのラジオ聞いてる時だけですよ。ラジオっていうか YouTube 見てる時だけが、ちょっとほんわかしてる時だ。それ以外ずっと死ぬとか生きるとか考えてるから。あ、じゃあ先生自体、
やっぱ結構よく聞かれると思うんですけど、先生自体は病むものなんですか？だからもう3週か4週してもうやめ終わってるというか、もうなんか変、時々頭狂ってんじゃないかなと思ってなんか狂いすぎてるから変なこと喋ってる気がするんだよね、 YouTube でも。だから最近はなんかこう、そうだね、昔はその病気を説明するだけでなんかすごくいい先生とか、この先生神だみたいな感じの扱いを受けてたんですよ、5年前ぐらいまでは。だからあのそもそも発達障害ってことを言うだけで、診断するだけですごい名医って言われてたもんね、5年前とかは。でコンサータっていう薬を処方の仕方を書くだけでもバズって、でその時にその止められたんですよ、バズったから。一回その某大きな組織にこれ以上普及させないでくれって。それぐらいだったのが、最近なんて病気とか薬の説明するだけでは全然誰も褒めてくれなくて、インフレしてきて、こっちも。それでなんか最近はなんか客観的に見ようとかいう話をして、でそしてカウンセリングの世界も踏み込んだんですね。病気の説明からやっぱ客観的に見る大事だよねとか、現実を見ようねみたいな、で認知の歪みあるよねとか言ったら、今度は歪みなく現実を見たら絶望しました、生きてる意味ないってことが分かりましたってことになって、それで次はいや人間の尊厳ってあるよねって言って、インフレが起きて、今度はパッパンかそのなんかニーチェみたいな、そうそうそう、人間の尊厳とかなんか生きてるだけで価値があるってことを証明しなきゃいけなくなって、じゃあ結構哲学とかも学ばないと、そうそうそう、反論できなくなってくるみたいな。そう、それでなんか、そうそうそう、それで悩んで、これ読んだんだからね、これ見てよ、これ優勝の返しの、そう、これ付箋貼ってるでしょ、はい、そう、それでこの前、それでいや増田先生が言うから、じゃあ障害児が生きてる価値は何なんですかとか、優生思想は何ですかとか言われて、いやそれさ僕の仕事じゃないでしょと思ったんだけど、まあそうだなと思って一回読み直して、あ、人間の尊厳ってあるんだなとか、アメリカの福祉だからいいってわけじゃないんだなってことが分かったっていう。で患者さんがね結構詳しい人定期的にいるんですよ。それで患者さんから教わって、これがいいですよって言っていろいろ教えてくれるんで、で患者さんに教わると、いやいやいいしって言えないじゃない、いやで、そう、僕もさ人間の心があるからさ、なんかさ、あ、でも患者さんが苦しんで上で僕のこと信用してくれて言ってるんだから読もうと思ってグッと思うときがあって、それで感動してやるんだけど、途中からまあ、いやー言わなきゃよかったと思って後悔するっていうことを繰り返してるって感じですね。そう、この話面白いですか？大丈夫ですか？大丈夫か？カットになるかもしれないです、はい、そうでも、ま、あ、そうか、これは僕の話ですね。だから面白いって何かってことだよね。うん、田中さん聞き上手だね。なんか、いや、どうですか。まあ、あと悩みあるとすれば、やっぱキャラ的になんか、キャラ的っていうか、みんなが思ってる自分っていうのが、結構暗いとか、人と関われないっていうキャラなんで、うん、なんか、こうやってコラボとかもしづらかったりはしますよ、ね。ああ。結局、その、みんなが思ってる自分に合わせて喜ばせてあげないと、オワコンになるっていう、この息苦しさみたいな。ああ、そっか。そうか、オワコンになりたくないんですね。ああ、まあ、それはありますね。面白いと思っていられたいのか。なりたい、まあ、単純に、YouTube 事業としての持続性みたいなのもありますけど。ああ、確かにね。なるほどね。でも結局、視聴者の手のひらの上なんだなっていうのはありますね。そうなんだ。そうなんだ。意外とやっぱちゃんとしてるんだね。どうですかね。いや、多分だから、人の目を気にしないで生きるみたいな手を装って発信してるけど、自分自身もめちゃくちゃ、その視聴者の目を気にしてやってるっていうのはありますね。そうなんだね。でもなんか視聴者の目が気にならないと、なんかやっぱりうまいこと発信はできない。ああ、まあ確かに。ところはありますね。そこは面白いな。マスドクターはちょっと そうだね、特殊ですね。あの発達がやっぱ濃いから、うん、特殊だけど、うん、だからそこなんかそんな真剣な顔で言わないよ。本当にそう思います。だってああそうなんだ。そうですね。でもこの波長だから、やっぱマスダロフター
もうしたいって思ったと思うんですよね。なんか、こう、田中さんが、もう、こう、陽キャだったら多分、ちょっと しなかったと思うんですけど。そうだね。わかんないけど。わかんないですけど。いや、陽キャの人もやりたいけど、向こうが僕のことを嫌いじゃないんだったらやりたいけど、結構嫌われちゃうから、陽キャの人とかに時々、なんか変に嫌われる時があるから、ダメだと思うわ。いやいや、そういうのあります。僕はわかんないですけど。本当に、なんか時々ね、なんかすっごい嫌われることあるんだよね。うちの学年でも橋本環奈みたいな女の子いたの。同期に。その自衛隊なのに、まあ可愛い子いたんだけど、めっちゃ嫌われてたんだよね。どんな男子も、なんかちょっと媚びを売るっていうか、優しくしてくれるのに、なんかすごい嫌われてて。ああ、でもな、うん。なんか、確かになんかそんな感じは確かに、そう。わからなくはない。そう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 。だから。なんか僕が女の子だったとしても、なんか、うん、なんか、あれじゃないですか、増田先生に関わるとガチだと思われそうみたいな。ガチ？ガチっていうか、やんでか本当に好意ありそうだと思われそうみたいな。そんなに、そんなにバカじゃないよね。いや、なんか、でもそうかもしんないね。僕すぐ天狗になるから。まあ、やっぱり陽キャっぽい人の方が関わってても、あれですよね。コミュニケーション重く捉えられなさそうみたいなのはあります。そうなのかもね。いや、でもなんか、嫌われてんだなと思って。どうでしょう。認知が歪んでるのかもしれない。いや、歪んでないと思う。ああ普通に嫌われてる。本当にフラットに見て嫌われてる。そう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 。それは僕の経験から分かってて、すごい嫌われるか、すごい好かれるか。だからそう、YouTube とかやるキャラじゃなくて、うん、学年でもそんな嫌われてるというか、その、表に立つ人じゃないんじゃないですか、僕ら。そうでした。立ってました。いや、立ってないですね。立ってなくて、クラスでも目立たないというか、うん、目立ってたかもしれないけど、変な人だから。でもそんな感じでしたけどね。なんかよくわかんないうちにこうなってます。自己顕示欲的なものは、あんま、あれですか？ Twitter とか結構発信されてるなって感じはするんですけど。自己顕示欲、どうなんだろうね。よくわかんないね。なんか時々ね、僕ね、ハマっちゃうのよ。なんかすごく、さっき、りょうはむさんと喋ってたんだけど、僕、ジャンプすごい好きで、自分のことを、漫画の主人公だと思ってる時が時々あるのよね。だから一人でさ、なんかさ、カラオケ歌っちゃうみたいなのあるじゃない、うん、あれのツイッター版とか YouTube 版なんだよ。ああ、まあ、それはわかります。だから時々なんか、すごくこう、臨床してて、なんか入ってきて、なんかこう、人間生きてること素晴らしいんだとか、なんか、あと、もう生きてる価値なんかないんだみたいなモードに入っちゃう時があって、そうなると、うわーってなっちゃうって書いてるんだと思うわ。やばいね。そういう発散の仕方だと思うわ。あ、そうそう。面白いって何かってことだよね。でも、その自分がそんな面白いことやればいいっていうことでもないんだ、うん、でもなんか結構、なんかあれですね、フレームワーク的なのはあるなって思ってて、うん、なんか極端に例えば、のり玉ののりと玉を分けるとか、そういう極端なことをやるのがまず面白いとかっていうのと、うん、あとはなんか逆なことをやると面白いとか、うん、うん、そうだね、そう、なんか北海道から九州まであ、なんか、なんですかね、あるタクシーに行くとかって、ま逆っちゃ逆みたいな。そうだね。いや、真面目なんだね、田中さん。真面目だから悩むんだろうな。確かに、すごいわかるわ。そうなんだろうな。僕なんてもう、いっそのこと YouTube もクリニックも全部潰れてほしいもんね。思いません？ YouTube 潰れてくれて。なんか、隕石とかそういうので潰れても別にいいなとは思います。合法的な形で、両浜さんとか、みんなから責められない形で終わってほしいなってよく思うんですよ、ね。ちょっと。いや、だって、僕が突然やめたって言ったらさ、無責任じゃない。はい、だけど、うん、突然刺されたとかさ、突然死んだとかだったらさ、まあね、いや、誰も責めないでしょ、うん、それだったらいいな。患者さんも責めないしさ、家族も誰も責めないじゃない、うん。だったらいいなってよく思うけど、それ以外では終わる方法ないから、もう、早く、そう、それを言う。すごいダークエネルギーじゃないですか。はいはい。
ドハクエの駅。いや、でも悟りなのかもしれないです。悟り。だから、いや、思わないんですかね。両半さん思わないのか。思うよね。え、何がですか？え、いや、終わんないかなって。なんかまだ始まってもないですけど、僕は始まってもないんで。終わんないかなとか、時々、時々っていうか、僕の、なんかね、外来やってるじゃないですか。僕の話ばっかしていいですかね。僕は、としては楽しいです。はい、10時半ぐらいからやってるんですよ、外来。で、9時に来て、で、夜の8時ぐらいもやってるじゃないですか。やっぱ1日に何回かは後悔するんですよね。なんだこの時間は、みたいな。ああ、やばい、みたいな。逃げれない、みたいな。うわ、逃げたい、みたいな。ここからずっと座ってるんですよ、ここにずっと。ずっとよ、もう、ずっと座ってんのよ、僕。言っていい？もう、これ、同じ YouTube の人と喋れないから、ちょっと本音でちょっと喋りたいから喋るけど、ずーっと座ってんの、ここに。で、週7日ずーっとここにいるの。で、ずーっとこう、病気とか何かとか言ってるのよ。嫌じゃん。嫌だ。でも、これが面白いってことなんじゃないですかね。追い詰められてるっていうのか。多分、みんな追い詰められたのが面白いんだと思うんですよね。ああ、なるほど。そうそう。それもありますよね。下を見たいっていうか、まあ見て安心したいみたいな。うん、だからもう狂気が見たいんじゃないですかね。もう。そう。って思いました。はい。でもそうだね。真面目だとそうなんだろうな。やっぱ難しいね。面白いって。真面目っていうのはなんかあるんですか？科学的に。なんか、5パーソナリティみたいなので。いや、あると思う。やっぱ硬いとか。硬い。うん。あと、なんか、なんて言うんだろう。横から見ないというか。うん。皮肉を言わないとか。ちゃんと人のこと気にするじゃない。はいはいはい。究極的に言ったらそんな人のことをバカにするとかそういうのないというか、なんて言うんだろうね。人を人と思わないみたいなことってあるからさ。本当の悪いやつってさ。そういう風な世界線の人たちとかだと、やっぱ、うん、まあそれはそれで病むんだけどね。この柔軟さとか他者の尊重とか、やっぱ他人の目を意識してるっていう感じとかもやっぱ偉いなと思いますけどね。そうだね、面白いね。でも今どうなんですかね。どうですかね。いや、なんか聞く相手がちょっとだけあれなのかなって。いや、面白いコンテンツを増田さんは発信してるというか、なんか、こう、なんだろう、もう、本、ウィキペディアとか本とかじゃないですか、増田さんって。こう。あ、まあ、そうだね。でも別に、なんていうか。でもそれもね、また、面白さの打率上げられないけど、その回数を、試行回数を増やすっていう意味で、増田先生みたいな人が必要なのかなって思ってます。元気、どれだけ元気でいられるか、みたいな。なるほど、ね。ちょっと一回切れちゃったね。バッテリー。じゃあ、これと、一応取れてると思うんで、終わりましょう。じゃあ、終わります。ありがとうございました。コラボありがとうございました。ありがとうございました。